らね、ビッグバンミッションの3弾またね、初日連覇やってきたので、とりあえずこれ6万円なんだけど、あと4万円あるから合計で10万円ね、連覇していきたいと思います。で、最近ね、少額の連覇が続いたから、今回はちょっと狙いのカードが出ても、まあ、ある程度は掘ろうかなみたいな感じで考えてまして、まだ見てないんだけど、シークレットの3指令、はい、これね、まあ、前日まで本当に何の情報もね、なかったから、じゃあもう今回は一緒のことシークレットのイラストを見ないで反応でちょっとね、初見の反応をちょっとお届けしていこうかと思いまして、まずこのシークレットの3枚で、サルサ、悟空ゼノ、ベジータゼノ、まあここら辺かな、あとジャネンバ、はい、まあ、この辺りがねとりあえず狙い目なので、身勝手の動きとかね、はい、そこら辺をねちょっと出していきたいと思うんですけど、なんかね次のビッグバンミッションの5段ぐらいから、破壊神アバター、新しいね、アバターの種族が、誕生します。はい、これ公式のライブで知ったんですけど、なんかね、まあ何年ぶりだろう、2、3年ぶりぐらいに新しいアバターがね、はい、出るということなので、まあね、それもビッグバンミッションの5段からちょっと楽しみだなっていうと、新クラスアップもね、5段から出るらしいです。はい、なんか身勝手の極意気なしみたいな感じになるらしいので、はい、まだまだね、ヒーローを楽しめそうですね。という感じで連呼していきたいと思います。はい、じゃあそれじゃあね、最初の15連、まず右側のシリンダー、グレートサヤマー2号、はい、これイラストいいね、はい、からのザーボン、はい、こんな感じ、地獄の強敵、孫悟空少年期で、ミノシア、これね、まあなかなかその持ってない人からすると友情げとかはかどっていいんじゃないかな、はい、久々の参戦ですね、かわいいな、はい、ピッコロ、お、なにこれ、キャンペーンだ、やっと、はい、ダブル究極龍拳の孫悟飯出ました。カードリスト見てた時から思ったんだけど結構強い、これまあ孫悟飯青年期だからユニットにも何か組むこともできるんですけど、これ仲間の支援、仲間への支援で記録回復、ユニットでも記録回復、龍拳でも記録回復、まあトリプル記録回復ができますと。はい、からのベク、はい、これも久々じゃない、で、チーシンロ、ディスポ、いう感じですね。はい、で、もう片側、左側シリンダーがこんな感じで、はい、あ、ミラーが出ましたね。はい、からの右側、ドロダボ、はい、で、左側チーシンロ、で、また右側が孫悟空。どうしてこれさ、右左って言わなくていいかな言わなくてもいい気がする。そうですね。ああ、なんか綺麗、ベジータ、なんかイラストがちょっと昔っぽいね。あ、で、ゴテンクスの SR、 はい、シェンロン持ちの、ああ、まあ今回っていうか前回の UR の方が強いね。はい、グレートサイヤマン、おお、ジャネンバ、はい、これのね UR が欲しい、黒いやつ、あれが欲しいね。でもこれもこれでちょっと新規アビリティなんですけど、はい、サポーターにして HP を1000ダウンさせてエナジーをプラス1、はい、ちょっと変わってますね。はい、で右側がゴハンゼの、左側グレタイ、孫悟空、ヤムチャ、おー、なんだカメハメハウってロックダウンですねそれで、パイクーハン、まあまあまあ、これもね一応あるんですけど、ちょっと今回これの確率も知りたいですよね。さっきの15連は出なかったけど、どうか、多分黄色に光ると出るんだけど、これじゃ出ないんだよね、セリフが。そうそう、あ、セリフも違うんだっけ。はい、はい、まあ、とりあえずね、これも狙いながらまだまだやっていきたいと思います。あ、左ばっかり、これはノーマルでしょ。はい、そう、待て、あ、右側目玉っちゃ、はい、強奪エネルギーと、ブラーだね、はい、あ、なんか出た、おーっと、ベジットブルー、ベジットブルー出たね。はい、ベジットのキャンペーン、これ結構強いやつだよね。これさ、カードリスト見てた時にだいぶ強いなって思ってたんだけど、堅実な一撃、これ歯をまとうなんとかかんとかで、ダブルアタックって全部固定関連、まあベジットブルーと、はい、イラストいいよねこれ。そうそう、イラストがだいぶいい。ああ、また出た、はい、ブラと来てベジータ、かっこいい、なんだこれ、めっちゃかっこいい。見かけだからなんかシークレットっぽく感じますね。シークレットに見えなくはないね。ああ、いいね。
ベジータかっこいいな。はい、ガンマバーストブラッシュのシーンかな。で、ブラがかわいいんですよね、これ。キュートな小悪魔、ガールズパニッシュ。まあ、強いかって言われるとね、ちょっとそうでもないかなっていうのはあるけど、まあ、かわいいんでね、そのうち動画にしたいと思います。はい、ブロリー出ました。あー、なるほどね。そっか、スーパーサイジン 4UR 今回いるもんね。はい、ブロリーかっこいいね。いやー、すべてを焼き尽くすパワーって感じだね。左側ブロリー出たんで、まあまあ出ないですよね、まだ。はい、あー、タピオナイスあるの。これさ、勇者の剣ってどうなの？これ貫通になるらしいけど、トランクスだけだよね、多分。わかんない、これ正気がちょっとよくわかんないけど、まあ自分チームの中で一番パワーの高いキャラだったらだいぶ強い。これどっちだっけ？マッソン悟空。あ、え、出た。そうそうそう、やっと来たー、サルサ出た。さあ、魔人サルサ出ました。これは一番狙いと言っても過言ではない、はい、カードですね。2ラウンド目開始時、敵チームの全員に記録をダウンし、記録消費による戦闘力上昇率とダメージ倍増効果を永続で無効にする。あの、本当に戦闘力出なくなるのか、戦闘力倍率だけを無効にするのか、それ次第では結構ね、まあ、評価は変わるんですけど、まあ、倍率無効だけだったとしても相当強いと思ってる。はい、まあ、使ってみた人ね、いたらぜひね、この連呼動画のコメント欄でいいので教えてください。はい、とりあえずサルサッケッ。さあ、リャンシンのアンギラ、ディスコ、お、感じの可愛いね。で、ご飯少年期、トランス、ゼロ。これ可愛いよね。なんかちょっと大人っぽい、この色気のあるポーズ。てか、後ろの時の回路に変わってるね。これフリーズだと毎回さ、手をね、両手広げてるポーズなんだけど、ちょっと変わってますね。あ、父。お、ピッコロ。目玉茶。パイクーハン。ウイス。悟空地域。どれだっけな。これか。これ、あの、若不思議デッキにね、普通に入るんですよ。でさ、父の UR って高いじゃん。高いから、安上がりで作れる若不思議デッキ。まあ、ヤムチャいるけどさ、若干低レート寄りみたいな。ウイス、アンギラ、悟空ゼノ、ゴハン、ヤムチャ、孫悟天、悟空。あれ一周したっけ？あ、これで一周だ。ホイもさ、久々だよね。はい、レアのホイ。ちょっとこれね、まあ、アビリティは横島の魔導士じゃないけど。さあ、父少女期、また出たね。ゼウ、あ、ムッチ、リャンシン、ベジータ、ゼノ。あ、これもまあまあいいよね。で、グレートサイヤマン、あー、ゴテンクス。まあ、まだ出なさそうな感じかな。さあ、反対側。ベジータ、なにこれ。あ、悟空ゴッド、ご飯ゼノ、ゴテンゼノ、ブー。あー、まだ出ないで、多分これ。はい、はい、ファイト。これ強い。奇襲の一手とスーパーエナジーで気絶だ。これ強いね。あ、なんか出てる。あ、いや、キャンペーンっぽいな。キャンペーンっぽい。いや、何も出てない。あれ、あ、はい、ジレンですね。あ、これいいじゃん、いいじゃん。悟空気出しじゃん。はい、これイラストいいやん。加速数値から弱体化キラー。まあまあ、強さはぼちぼち。さあ、反対側。あ、こっちの中で出力くない？おー、いいじゃん、フランス、フェニーできないか。え、これ未来でさ、カピオンなの？だったらさ、両面でカピオンの方がよかったんじゃない？はい、まあまあまあ、フランスだけどね。パピッコロ、悟空ゼロ、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 邪念馬。さあ、漆黒の邪念馬来ました。おお、かっこいい。あ、待って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 、状態が改造になってる。あ、そういう系なの。さあ、邪念馬出ましたね。邪念から生まれし怪物。
アタッカーに使者作戦決定時、敵サポーター人数 ×1500、 敵仲間アタッカー全員のパワーが永続でアップし、敵アタッカーのガードが永続でダウンする。毎回、つまりは相手がサポーターを作ってくれた方がいいから、アタッカーに出させづらいデッキ、まあ、タンバリンとかでね牽制しながら戦うといいのかな。そうだね、これタンバリン飛ばしたらパワーとガード減らせるもんね。で、仲間アタッカーのねパワーも上がっていくという形なの。いや、どうかな。相手がサポーター5人とか作ってくれたら絶対強いんだけど、アタッカーにガン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 出されるとほぼアビリティが発動しない。まあ本当にデッキセンスが試されますね。はい、ベビートラは逆に合わないかもしれない。はい、とりあえず邪念場ゲットです。じゃあ今こんな感じです。UR がサルサと邪念場だと、ブロリーも出てましたね。まあかなり幸先がいいです。結構神台だな。ただこれでシクレがなかったら残念なんだけどまあまだね、どっちか忘れて、サルサの方かな。こっちがまだシークレット出てないので、そっちにね期待値がだいぶ今寄せられています。あ、待った、なんか出た。ちょっと待って、絶対なんか出た、見えた、何かが見えた。なにこれ、え、マジでレジェンズレジェンズやん。うおー、やば、なにこれ、ゴジータマジで。え、ちょっと待って、左側からゴジータのシークレットだよね、これ。やば、ガチで初見なんだけど。うわ、そうきたか。しかも、ポーズがこれ、最強のフュージョンの、あれだよね。ドラゴンボールレジェンズって今、最初思ったけど、あれだよね。やば、めっちゃかっこいいやん。えぐ。うわ、ガチでえぐい、これは。やば、めっちゃかっこいいやん。これ、最初、ここのね、ゴジータって大根が見えたときに、あれスーパーゴジータなんていたっけって思って、でその下になんかちょっとアビリティめちゃくちゃ長いから、えっと思ったんだけど、シークレット出ました。うーわ、超かっこいいやん。アビリティが復活のフュージョン、待って、長い。自分の攻撃時、敵の防御連携グループ全員のチャージインパクトスピードを超速し、その攻撃で与えるダメージ、受けるダメージを 1.5倍、あ、その敵のね。で、また自分が攻撃を受けるときに自分よりもパワーが低い敵に攻撃されると、低い敵、はい、3000を超える必殺と通常ダメージをゼロにする。ただし敵の連携攻撃を受けた場合は発動しない。毎回、まあロベルかな。あ、まあ今回のベジータ UR とかね、こいつのパワーを上げればいいんだよね。でも連携で発動しないの。じゃあビルス対策みたいな、まあ感じだよね。はいはい、あ、ドカバキもある。やば、敵の CA を超速し、パワー永続でマイナス、これ何、2万、え、2万、マジパワーマイナス2万だって。で、嘘、聖パワーバカスニット、ユニットメンバーのパワーが2倍になる永続。嘘でしょ、ボーテントトランクスのね、何それ。まあいいや、いいや、かっこいいやん。パッと見だとね、まあ、原作枠っていうこといいのかな。はい、とりあえず原作枠のシークレットをゲットしました。映画だー、かっけー。なんかこのさ、オーラが燃えたぎっていうのがいいよね。で、このソウルパニッシャーですよ、超綺麗なんだけど、虹色が超綺麗なんだけど。ゴジータ出たんで、この台多分もう何もないと思うんだけど、一回空にしちゃいます。で、200枚空にして次の200枚を掘ります。そしたら多分ね、まあシークレットまたあるかもしれないから、それに託してちょっと、はい、連呼特攻していきたいと思います。びっくりしたねさすがにびっくり。あー、ゴールデンフィーカー、もう何もないよね。さすがにもう何も出ないはず。いやー、マジか、ゴジータとは思わなかったな。しかもあのシーンを選んでくるあたりがね、あ、確かにハイクーハンとかジャネンバがいるもんね。まあ怪しいと言われれば怪しい。うん、ジャネンバ変身後変身前もいるし、あー、フラグはあったんだ、ゴジータのフラグはあったんだ。お、やっと、フロリービーオールド、かっこよ。なんかさ、これもちょっと UR みたいな感じだよね。
だいぶかっこいい。多分この先、あ、なんで、いや、なんで、苦手の極意出たんだけど。うわ、あ、これも狙いです。これはね、性能とイラストでどっちも狙ってたんだけど、はい、まさかの身勝手出ました。多分ゴジータの後。え、じゃあ神じゃん。マジでここ神じゃん。え、サルサ、ジャネンバ、ウドリー、ゴジータ、あ、4枚いました。うわ、待って、マジか。アニバーサリー UR、 うわ、マジでこんなことある。ということでね、はい、こちら今ね、店員さん呼んでもらって、悟空の BM2 の077番なんで、一応番号振られてらしいです。はい、出ました、アニバーサリー UR で、まあ、カード加工とかはなんかプラチナゴールドとか似てるのかな。はい、で、性能がスケートベジータとザマス合体のシークレットなんだよね、完全に。で、あの2枚を合わせたような感じで、超アビリティフリートスーパーがトランクスゼノとベジータで組めます。はい、だいぶ強い、だいぶ強いね、これ。そう、2万円だいたい使って1枚アニバーサリー UR 出ました。まあ、これ確率多分ね、筐体によってバラバラだと思うので、自分の筐体はあくまで2万円で1枚だったので、まあいい方か悪い方か分かんないけど、じゃあまだまだね、6万円とか連呼したら3枚ぐらい出るかもしれないから、続行で。さあ、200枚終わって次の200枚も残ってるんですが、ちょっとね、何も出ないのかな。はい、まあ、こんな感じね。これが多分左かな。あ、悟空ブラックだぜ。あー、いいね、これ強いよ。で、その他がまあこんな感じでね、意外とこれは出るんだよね。はい、これのゴジータブルーがまだ出てない。はい、ほら、めっちゃ出る。それめっちゃ出るな。はい、まあ、さっきのね、掘ったやつとは違うっぽいね。始まりからして多分違うね。さすがにさ、同じやつ掘ってたら嫌だからさ。さあね、左側、そろそろなんか1枚出んじゃん。おー出た。あー、悟空か。はい、これはね、ちょっと狙ってなかったんだよね。まあ、いいでしょう。あー、なるほどね。まあ、そうだね、底知れぬ戦闘力みたいな感じだね。はい、まあ、底知れぬ上位版みたいな。いや、まあ、さっきさ、あまりにも汗が止まらなすぎて、ちょっと固まったんだよね。熱さましい。熱中症になるかと思う。ゲーセンが熱いんだよ。なんていうのさ、状態が熱放ってるから、通常のね、場所よりもヒーローの場所って熱いんだよ。だから、あの途中でさ、汗がまじ止まらなくて熱中症になるから、皆さんもね、あの熱中症対策はマジで気をつけましょう。あのね、水分補給と、あまりにも熱いようだったら熱さましいところを使ってしのごう。さすがに連呼中に熱中症になったら最悪だからね。あー、めっちゃ冷たいわ。あ、気持ちいい。いや、めっちゃ気持ちいいこれ。めっちゃひんやりしてていいね。これは確かにいいわ。あー、それか。はい、ベジータ。これもね、狙い目ではないけど、まあ多分普通に強いとは思います。悟空ベジータ出てたんで、はい、ちなみにこれ右側死に側です。さっきの悟空の反対側、まあ、バーダックと合わせて使いましょう。それぐらいしかちょっと今思いつかないね。多分ミルスよりはバーダックっぽいから、まあ、そこら辺と合わせてこれがし、なんかイラストが対になってるんで、これ、うん、多分こんな感じだと思う。それかこう。ああ、いいね、映えるね。まあいいんじゃない。とりあえず UR2 枚ゲットなので、多分あとね、 UR1 枚ずつか UR シークレットで、ワンチャンシクレシクレっていうパターンもあるんで、ね、はい、まだまだ回していきましょう。お、こんなないわ。だいぶなくなった。多分ね、3万円ぐらい、そんな使ってないよ。
後ですよ。こう来てさ、はい、僕、通信、僕、ルーシンのトランクスのご飯中のジレンのフィルパー、はい、キャンペーンのチームフィルパーに来て、心ご飯青年のジャネンバー、トランクス GP、ヤムチャー、リスコ、僕 GP。 マジで、嘘やろ。え、サルサ被ったんだけど。あ、どうなんだろう、サルサ出てるからいいっちゃいいんだと思うけど、この時点で UR が2枚出てるから、もう片側があって UR あって1枚なんだよね。でそれがさっきみたいに、シークレットか分かんないけど、だんだん仕切れの確率が少なくなってきてるんだよね。やばいな、やばいな。あと戦場の追い風ゲットです。いやー、疲れた疲れた。はい、まあ、あれからね、2時間ぐらい大体連呼いたしまして、ちょっと総合結果の方をね、やっていきたいと思います。まずね、2グループで連呼してたんですが、自分たちの方が、はい、まずこちらね、邪念馬が1枚ですね。これはまあまあまあ、さっきね、連呼してた時に見せたやつですね。はい。邪念から生まれし怪物、状態改造ということで、必殺技がこれ、ライトニングシャワーレインと同じモーションらしいですね。はい、からのね、はい、ゴジータと同じアビって持ってる身勝手の極秘。はい、これ狙ってたんでめっちゃ嬉しいです。はい。で、からの悟空、ベジータ、トランクスゴッド。はい、こちらもね、出ました。まあ、終了時に記録回復があるのでね、はい、ゼノ戦士の、まあ、何かしらのユニットデッキにはいいんじゃないですかね。はい、からの、孫悟空 GT。ここら辺があれですね、4UR。はい、ベジータ GT、ブロリー。で、また孫悟空 GT。はい、と切って、魔人サルサじゃない方の、サルサだね。ただのサルサが、1枚、2枚、3枚と、いう感じで。いや、すごくないこれ。いや、まさかこんなサルサ出ると思わなかったからさ、なんかポン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 出るから、あれこれワンチャン出やすいのかなっていう、ね、思ったんだけど、多分そんなことはないよね。で、ラストにこれ、はい、孫悟空ゼノ&ベジータゼノが出ました。いや、これもね、2枚使ってね、プレイ動画を撮ったんですけど、いや、結構いい感じですね。いや、特にこのね、もう悟空の固定ダメージがいいよね。さらにシークレットの方では、まずこちらのね、はい、ゴジータ。これがね、出ましたと。で、これね、使ってみたんですけど、意外と火力出る。連携アタックさせた時にね、意外と火力出るっていうのと、チャージインパクト早くできるんでね、はい、普通に使いやすいかな。で、3000のダメージしか受けないっていうね、効果もあって、まあ、そっちもね、一応条件さえね、満たしちゃえば、まあ、なんとかね、まあ、使えるのかなっていう。はい、からの、悟空ゼノ出ました。さあ、こんな感じで、いや、これは、だいぶかっこいいよ。ほら。なんかね、悟空ゼノの UR の方はね、まあ、見た目的にそこまでかっこよくないっていうのが自分の中であって、まあ、ベジータゼノはすごいいいんですけど、まあ、こっちね、やっぱ初期状態もただの方だし、まあ、これで終わっちゃうのかなって思ったら、まさかのやっぱシークレットでね、眠ってるという。いやーかっこいいよ、これ。しかもね、これ使ったんだけど、めちゃくちゃ強い。やばい。これのね、まあ、火力がね、結構ビビるので、まあ、ぜひプレイ動画ね、はい。この後に上がるのか、まあ、もしかしたらね、前に上がってるのかもしれませんが、見てください。でですよ。で、別のグループで連呼していた、はい、ノアパパが、こちらの、ベジータと、ジャネンバ、孫悟空ゼノは出ました。はい、悟空ゼノかぶりですね。なので今回ね、もう1枚ね、孫悟空のシークレットが眠ってるらしいんですけど、まあちょっとね、あちらを排出できなかったので、まあ合計シークレットがまあ3枚出たんだけど、2種類しか出すことができなかったんでね、まあそちらは明日ね、また連呼行ってちょっと当てていきたいなっていうところなんですが、まだありますよね。はい、こちらの、アニバーサリー UR の孫悟空。で、これね、今回、まあ大体、値段が、まあ、9万円近く、連呼しているわけなんですが、はい、こちらの悟空、皆さん何枚当たったと思います？これ、連呼動画中にはね、多分この1枚しか出てなかったと思うんですが、実はあの後ね、2回出てまして、合計でね、はい、3枚の悟空をね、ゲットすることができました。さあ、まあ、こういう感じでね、未開封状態でね、もらえるので、まあ普通にこのままね、持ってようかなっていうのと、まあ値段も今これ1万円ぐらいらしいので、まあ寝かせて、限定シークレットみたいな感じで、まあまあまあ、パラレルとかね、あそこら辺みたいにさ、値段が上がったらラッキーかなっていう、はい。いう感じですね。はい、1枚はね、絶対取っとくけど。そしてツイッターの方ではね、こんな感じのツイートをしてまして、
自分が BM サンダーの中日連行に費やした金額とアニバーサリー UR の額を何枚当てられたかをね、両方答えられた人に、新着で、抽選でフォロー&10件にいいねをするみたいな、こういうねちょっとプチ企画、やってて、今回使った金額が初め10万円用意してて、余った金額がまずこのね100円玉の束が3本でしょ。でこれで1万5000円なんだよ。でさらにははい、こちらね、ちょっと今からこれ数えるんですけど、まあこれのね余った金額引く10万円が今回使った金額なので、ちょっと今から数えていきたいと思います。あー、だいたい7000円ぐらいだね。つまりは、10万円マイナス1万5000円でしょ。で、マイナス7000円なので、はい、7万8000円です。いや、結構やったね今回は。まあ最近少額の連呼続いたので、まあたまにはねこう大盤振る舞いしてもいいかなみたいな。で、ちなみにさ、まあ7万8000円使ってこのアニバーサリーレアの、孫悟空が3枚ということなんでね、ちょっと一番近かった人に、はい、フォロー&新着のツイートから10件をいいね送りたいと思います。で、もちろんノーマルレアもね、はい、こういう感じで、めちゃくちゃあります。多分ね、あのノーマルとレアコンプしてると思うんだけど、 SR とキャンペーン以下もほとんど出たと思う。まあジレンとかがね3、4枚出てるんだけど、このゴジータ BR& ね、ベジット、いや、これね、結構間近で見るとめちゃくちゃかっこいいんですよ。はい、満点の合体戦士なんでね、こういう、めっちゃ良くない？はい、こんな感じでーす。めっちゃいいよね。まあ、いう感じで、多分この、D キャンペーンってやつだね。はい、DCP ってやつもね、全部出てるのかなっていうところと、はい。まあ、SR とかもね、うん、多分全部出てるから、はい。まあ本当に悟空だけね、出したいよね。で、あれ、Twitter 開いた時に見ちゃったんだけどさ、めっちゃいいやん、あれ。なんかこうフリーザ戦の動くこうやってるやつ、あのスーパーサイズに覚醒したとこでね、あれがシークレットらしいので、ちょっとあれはね、あのまだこうツイッターで見てた時にそれっぽいのが流れてきたんだよ。うわ、これ絶対今回のシークレットだと思ってさ、すぐに見るのやめたわね。でもチラッと見た限りでもだいぶかっこいいなっていうのと、まあ演出枠なんだよね多分あれ。だから今回の演出枠がこのゴジータとまあ含めてね、2枚っていうことなので、まあそこもすごい意外ですよね。はい、これもまあまあ普通に既存のキャラクターでね、新キャラっていうわけでもないので、多分立ち位置的にはそのね、マジンベジータとかと同じ、まあ演出枠の原作枠って言ったらいいのかなだと思うので、今回それが2枚という、こういうなんか新キャラは1枚あと演出枠2枚みたいな感じでずっとこれからもね、やってってもいいのかなって思いますね。まあ明日も若干連呼したいなって思うので、はい、またねちょっと明日は明日で、連呼すると思いますが、はい、その時はね、出たら出たでツイッターで報告します。っていう感じで皆さんもですね、BM 三段の連呼や育成、はい、ここら辺ね、除菌とか、まあ3密を避けながらのプレイをしたりとかでね、はい、ぜひぜひ皆さん遊んでください。ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。